高橋文は、日本の哲学者、大学講師。1901年7月26日、石川県下北郡七塚村木津に生まれる。父親は、羽舞台工場を営み、七塚村の村長を務めるなど、裕福な名士だった。母親は、西田北郎の妹で、文は、西田の名にあたる。地元の尋常高等小学校を卒業すると、 当時石川県内唯一の公立高等女学校であった金沢第一高等女学校に入学する。高等女学校卒業後も女子高等師範、女子以前のような実学、職業教育ではない学問を求め、花嫁修行を求める親を説得して、設立2年目の東京女子大学高等学部 S1920 年4月に入学し、さらに、 1926年4月に東北帝国大学法文学部に入学して哲学を学ぶ。1929年3月に東北帝国大学を卒業してからは2年間宮城県立女子師範学校の食託講師を務めたが、1931年に上京して自由学園の国語教師になった。5年務めた後、1936年3月に 留学のために、ドイツへ向かい、ベルリン大学とフライブルク大学で学んだが、この間に結核に罹患した。当時の医療技術では治癒は望めず、帰国、療養したが、1945年6月7日に、行った叔父の西田北郎の後を追うように、2週間後の6月21日に亡くなった。ありがとうございます。